ールの空いてる方今どっちか押すって下、うん、合ってます。これは上。子どもの来院者が多い福岡県粕屋町の眼科です。この日も多くの小学生や中学生が診察を受けていました。4年生入るくらいから細めないとちょっと見えない時が、黒板の字が少しぼやけてたり、タブレット使って授業する時も少し小さい字が見づらかったりするので。この眼科では去年1年間に受診した小中学生のおよそ 70% が近視または近視の疑いと診断されました。若年層で近視が進行する原因には遺伝もありますが、日頃の生活など社会的要因も大きいと医師は話します。近くで見る作業、近見作業が増えているということですね。今タブレットを見る、本を見る、スマホを見る、そういう時間が増えていくことによって近視が増えていると言われています。どうしても家庭で気をつけても学校でパソコンしたりとかタブレットするので、避けられない状況になっている。内閣府の調べによると、小中学生が1日にインターネットを使う時間は年々増えています。小学生で3時間以上、中学生は4時間を超え、利用の目的は動画の視聴やゲーム、勉強が多くなっています。平日は 1、2時間で、土日はもう少し多いかな。時間決まってるけど過ぎちゃう。 YouTube とか1時間、2時間、1時間距離は近いし、時間も決めてはいるんですけども、自分の部屋に入ってしまってるともうなかなかちょっと管理がしづらいところかなっていうところですね。設定したりとか、こう時間の制限したりしても、どうしてもやっぱりちょっとこう、やっぱり今コロナだったりとかで友達と遊ぶ時間も減ったりとかしてると、ついついやっぱりこっちを少し緩めてしまってるかなっていうところが出てますか。また新型コロナの影響で屋外で遊ぶことが減ったのも近視が増えた要因の一つだといいます。太陽光のいろいろ成分含まれているので、中でもバイオレット光というものが近視の進行を抑える作用があるというデータが出ています。つまり外で遊んでいるとバイオレット光も自然に浴びるので近視が進みにくくなりますよと。目は通常角膜から入った光を伸び縮みする水晶体がレンズのように屈折させ、網膜に焦点を合わせることではっきりと見えます。しかし近いものを見すぎると角膜から網膜までの距離、眼軸長が伸びてきます。この場合、逆に遠くを見たときに焦点が網膜より手前に来て見づらくなり、近視が起きるのです。文部科学省は昨年度初めて全国29校の小中学生およそ8600人を対象に眼軸長を調査しました。成長とともに伸びる眼軸長は大人でも24ミリを超えると近視の可能性が高いとされますが、測定値の平均を見ると小学6年の男子ですでに24ミリを超えています。一度長くなった眼軸は治療で短くすることはできません。メガネやコンタクトレンズで矯正することはできますが、川原医師は大人になってから起きるリスクがあると指摘します。近視が強くなってくる、で共同近視になってくると病気を発症するリスクっていうのが大人になって上がってくるわけなんですね。例えば眼底出血であったりとか、緑内障であったりとか、網膜剥離であったりとか、そういった近視が原因になってくる。子どもの時に近視をできるだけ強くしないということが大人になって病気にならない予防になるので。小さい画面を見続けることが引き起こす症状は他にもあります。この患者は片方の黒目が内側に寄っています。急性内斜視、通称スマホ内斜視とも呼ばれ、物が二重に見えるなどの症状が現れます。要は近くでずっと見てると寄り目になってしまうので、筋肉が内側に寄るのが強くなってしまって戻らなくなってしまう。でスマホ内斜視は基本的に治らないと言われているので、最終的に手術の治療が必要になることもあります。
子供に限らず、仕事にプライベートに一日中スマートフォンを使う大人も発症する可能性があります。小さい画面を見るときには時々目を休めることを意識するのが重要だと医師は話します。日常生活で気をつけることは、近くで物を長時間見ない、ちょっと離してみる、長い時間見たらしっかり休むということですね。あとは、できるだけ外に少し出る時間を作ったらいいのかな。